です。りょうです。みりょう TV でーす。はい、というわけで、今日の企画は何？今日は、ことわざ体現してみたー。説明しよう。ことわざ体現企画とは、世の中にありふれていることわざを体を張って再現していこうというコーナーである。このくだらない取り組みが皆さんの人生のどこかで役立つことを願ってやまない。一つ目が、子供とすぎれば暑さを忘れる、うん、で、二つ目が、仏の顔も三度まで、三つ目が、馬の耳に念仏、四つ目、井の中の蛙ず大会しらす、五つ目、葉っぱの川流れで、最後が、犬も歩けば棒に当たる。これを今から亮と順番にルーレットをしていって、当たったところを体現していくっていうことになります。はい、この状況を再現するということですね。最初はグーじゃんけんはい、はーい、勝ちました。ここグーでチョキでパー。最初はグーじゃんけんはい、というわけで俺から回したいと思います。ルーレットスタート。おっちゃんの声出てるやん。うわ、喉元すぎれば熱さ忘れるやん。あ、じゃあ、あ、そう、喉元すぎればな、だるこれ、やけどしたら危ないんで、はい、熱さじゃなくて今日は辛さでやるということで、はい、プラペアンドを買っております。いや、俺これ全然いけたけどな。じゃあ行く？いいか。それでは、りょう選手、今目の前にある3つの中から1つ選んでください。では、選んでいきたいと思います。3つの味から選べるってことな。うん、いいね、3つの味用意してもらって非常にありがたい。よし、じゃあどれにしようかな。そしたら、これ、はい、さあ、私が食べるのはこれです。ペヤング焼きそば極激辛麻婆。だる、極激辛よ。辛か、いや、他のやつなんて、うん、極激辛タンタン、極激辛、全部極激やね。極激辛って言いづらいね。ん、はい、というわけでね、3分待ちたいと思います。実はこのカップラーメンとかっていうのは3分っていう待ち時間が非常に重要みたいで、なんか2分でも1分でも4分でもなく、この3分という時間が非常に食欲をそそるという研究結果があって、ミシガン大学の研究室が、研究者の人ですね、実際にそのなんか1000人ぐらいの人たちを集めて、でその1000人の学生を対象に、500人の生徒たちには3分、カップラーメンになってもらう。で、もう500人の生徒たちには、4分のカップラーメンとか2分のカップラーメンを食べてもらう。で、内容は一緒なんやけど、どっちが美味しかったですかっていうアンケートを取る。で、このアンケートを取ったら3分って答えた人たちが圧倒的に多くて、なんとその美味しいって答える割合がこっちの2分とか4分にしたメンバーよりもなんと 15% も下がったって研究があるんですね。へー、嘘です。ということで、ソースの色はこんな感じ。あ、もう匂いやばいわ。さあ、というわけで喉元をとりあえず推理させて、ここからやったら匂いは結構いいですね。さあ、では、しゃく、行くと思ってやる。よし、食べよう。うん、なんかこう、あっ、もう汗かいてるやん。目の下はい、目の下めっちゃ目の元すぎました。あーあー、シャックじゃなくて、横隔膜が急に汗かいてるやん。急に汗かき始めて、横隔膜がびっくりしすぎてシャックみたいな。あ、ちょっと待って
もう痛い、この辺が痛い。あー、痛い。急に。あー、痛い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 。いいんだ、明日忘れるか。こんな、あー、痛い。ふみりょう TV! 行きます。こいカッパ、ふみです。頼むカッパ、俺カッパは、カッパ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 、同じの来る可能性もある。ある。そういった場合はもう一回回すか。うん、カッパー。わー、ふみりょう TV! 行きます。はい、行きます。あ、まさかの、もう一回言ってこれどんだけペヤングに付き合いに、ペヤングでも2つあるから。いやいやいや俺マジあれ1個も食い切れない。あの YouTuber だとマジですげえなと思ったマジで、ようあんな口に入れるわ。ふみりょう TV! はい、じゃあもう一回。よし、もう一回行きます。はい、では、よーすた、なんか違うアプリかいトップウォー、おもろそう。そういうことじゃない。お、変わった。はい、お、馬の耳に出ます。楽勝、楽勝やね。ふみりょう TV! 行きます。ふみの2回目。でで、はい、いいわ、ね、あ、これ新しいやつじゃん。仏の顔、顔を三度まで、ってことは、ね、仏の顔しとけばいいんだろう。そう、へぇ、へぇ、バイオリンス、バイオリンス、ああ、ふみりょう TV! 犬も歩けば棒に当たると、コース再開します。いきます。いいよ。さあ、何が来るかな。でーでーん、あー、犬も歩けば棒に当たるか。Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. じゃあ俺が残った、カオス大会者。そうやな、犬だからか、全部もあれやん。犬属性一人占めやん。いやー、世界っていろんなところを見るんだけど、まあ結局俺が最強かなって、まあ、正直に思いますね。ないんですけど、どこ見てみても私が最強かなと。
まあ、そうとも言う。